出会いっていうのは、これは仏法でも説くとこですけどね、やっぱり偶然では出会ってない。これは何事もそうですよね。70億人いる中で、やっぱり根性、一回でも声を交わすって人は、やはりそこの原因をたどっていくと、過去にまで遡るわけですよ。何かその過去に生命として、あるいは非生物として、まあ、何回も我々は出たり潜ったり出たり潜ったりしている。その中に、どっかに行き合う縁を持ってた。それがこの成就して、根性で、まあ、こういう言葉を交わす相手に出てくるっていうのは、まあ、これが因縁、因果。ゴーというものですけどね。そうなると全く無縁の人じゃないわけです。どっかに過去世に置いて、どっかで触れ合った時があるんですね。豊田さん その信仰っていうのは仏教 の、 その宗派っていうんですかね。はい、理由と どういう宗派。結局ね、いろいろ僕はさまよって禅宗なんかもすごい興味持った時期もあってね。でもずっと突き詰めていったら、結局は仏様は法華経と来たかったんだっていうことは。これはもう事実としてはっきりしていると。でも世の中に法華経というのはいっぱい修行している宗派はあるけれども、これもまた、まあ、細かく言い切れないけども、とにかく法華経をその予言、法華経で予言された通りに、本当に予言された通りに振る舞った人が、その鎌倉時代の日蓮という人しかいない。世界中のどこの世界史上登場する人物を当てはめてみてもね。そして日蓮という方は、今度は亡くなる直前に、ご自分の法というものは、もう第二層、日光上人という人に譲るというか、もう全部、僧正するということが、文献的に残っているから、もうそうなると、もう日蓮大上人を信じ、日光上人を信じという、日光上人の系列をまっすぐずっと辿っていくところを信じるしかない。で、結局は日蓮宗宗という、富士太積寺というところですね。そこにやっぱり、今行き着いてますね。ただやっぱフレキシブルですよ。その本当にその論理哲学を破る、教義を破るものが存在するんであれば、それはそこにさらにそこの方が深いんですから、そっちへ行くことはやぶさかではないんですね。でも現時においては、まあ本当にこの仏教というその最後の結晶体みたいな、その世間では既成仏教としてもう葬式仏教みたいになっちゃってるところがもう 99% ですけど、本当にお釈迦様の悟りを純粋に伝えてるところがあったんだなっていうのはね、まあ体験してみて、実際修行してみて深く感じるところがありますね。よかったですね。はい、本当論理的にね、どこまで追求しても答えが出るっていう宗教じゃないと、やっぱりこれは、辛いものがありますね。一生、特に男子は感覚だけでやっていけないですから、やっぱり論理性、この教義として本当に正しいんだろうかっていうところが、本当にこう盤石じゃないと不安ですよ、そりゃ。一般だもん、宗教って。だからそういう点では、自分はその論理的にはもう絶対間違いない。まあ、この調子で疑ったからね、まず。日蓮宗宗、何言ってんだと。そんなあんたね、そんな正しいなんて、世の中一つしかないとかって言うから、そんなことなんで言えるんだと。言って、まあ疑って追求して追求して追求した結果、どこどうついても、ここが限界そうなわけですね。すべて答えが返ってくる。だからそういう意味では、幸せです。自分がもう、安心して、教義的に、どうやっても、宇宙崩壊に対しての悟りというのは間違いない教義にのっとった修行をさせてもらってるんだっていうことになるとね、これはあと来世に対して安心ですよ。その全く来世をこの曖昧な修行じゃないからね、確実に自分はこの必ず生きてる限りは命が、根性の命は没する。でもその先がもうはっきりしましたから、これは一番安心ですね。生きてるだけの時の、その、目先の、まあ、生きてるだけの幸せっていうのは、仏教から見ると、本当目先の幸せなんですね。そうじゃなくて、もう、永遠に続かなきゃなんない、自分の命との付き合いがね、間違いなく見えてきたっていうのは、これが本当の人間としての安心なんじゃないですかね。根性だけの何かが叶っていくってことは、実は、でも死んだらどうなんだろうっていう、
常にそれが、あ、死んだ、死んだと思っちゃった。死んだら何が起こるんだとか。これが解決しないことには、本当の安心、立命っていう境界とは言えない。だから三世を解かない宗教っていうのは、結局はそこで止まっちゃうんですよ。どっちも。過去に対して、未来に対して。最低でもその因果が三世をずっと貫いてるっていうきちっとした教義にのっとったやはり宗教でないとね、なかなかあのどっかでこの詰まるとか来るんじゃないかなっていう余計な心配ですけどね。ありがとうございます。はい、失礼いたします。すいませんでした、ね。